<laughs> こんばんは。青井さん、お、今日もありがとうございます。こんばんは。毎週日曜日恒例でライブをやってまして、えっ、ー、と今日はねちょっとあのインスタで告知して、ちょっと時間遅めで20時半なんですけど、あのまあだいたい19時から20時とかから。 やってますで、えー、っとトークテーマはインスタのねあのストーリーで皆さんに募集してで、面白そうなやつとか多かったやつを採用してるんですけど今回はねあの昨日 YouTube で僕あのスニーカー秋に履きたいスニーカーを紹介したんですけど見てくれました動画。ああれの、のちょっと今度あの皆さんが 今何を履きたいかみたいなのをちょっとコメントで募集して今回僕はウェブのこのブラウザーをねなんか一緒にこの画面出すっていうのをちょっと挑戦しながらやろうかなと思うので一緒にそれ見ておこんなグッズあるんだっていうのを僕の動画もそうですけど皆さんのこの何でしょう知識をねみんなで共有してあの秋に履くスニーカーをちょっとみんなで決めていこうかなとそんな感じです。 あなたのおすすめコメントにかかってるのでお願いします。ということで、早速紹介していきましょうか。えー、いっぱいあるじゃん。全部かっこよさそうだけど。ナイキ、じゃあ1個目いきましょうか。せっかく1個目ね、くれたんで。ナイキクラフトジェネラルパーパスのブラウンが欲しい。あー、プレネだけど、カーゴパンス倒したい。はい。ありがとうございます。いい靴ですね。じゃあ紹介、ちょっと画面に出してやっていきましょうか。変わってますか画面。変わってますね。 えっと、これね、えー、どうしよっかな。お見れるか、まだ。ナイキのサイト見ましょうか。この靴ですね、おすすめいただいているのは。これがおすすめの靴ですと。ナイキクラフトジェネラルパーパスシューズ。ブラウンですね、欲しいって言ってたのは。この靴でございます。これはね、僕も欲しいというか、好きな靴なんですけど。 トム・サックスさんっていうあのアメリカのアーティストさん。僕もショート動画でコーデのこのインスパイアネタでやったんですけど、まあそれでも結構皆さん見てるなというかコメントで、あ、知ってる知ってるって来てたんですけど、その方とのコラボモデルですね。いいね。ちょっと待ってくださいよ。はいはいはい。んこんな感じですね。まあ、写真、おお、来た !OKOK。 こんな感じのディティールでブラウンのねかわいい感じでトム・サックスって入ってるやつ「It takes time」そうですこの靴結構僕も好きでよく見てたんですけどあの長くね履き潰してくださいみたいなもう毎日使ってくださいみたいなこう日常使いにフォーカスしてるのでボロボロになってもこう味になるような感じで生地がね選ばれてるみたいな感じでしたねこれは欲しい僕も欲しいいい靴ですね 次読みましょうか。うわいっぱい来てるな。こんばんは。ああ、レくん、しばすぎる靴。しばす、しばすぎる、しぶすぎる靴。最高です。これめっちゃ履き心地悪いって聞いてやめた。へえ。そうなんだ。ジェネラルパーパスシューズだからこう履き心地いいイメージあるけどな。ダメなんですかねなんかまあちょっとこのね。 あの履き口のところがちょっと狭いからそこにちょっとストレスかなって若干思ったぐらいですけどこのソールめっちゃあるからかっこいいですけどね履きやすそうですけどねこれの黄色可愛くないですか何あるの黄色僕このブラウンと白しか知らなかったうわあるちょっとパッと出しちゃいますスニーカーダンク新品2万円ふぅレねえかなしっかり人気ですね写真がこれぐらいかな あでもかわいいですね。黄色は差し色になってまたこれまたいいですね。じゃあ次行きましょうか。この靴はいい。マジで。2万円ぐらいで買えるなら結構あるかもしれない。まあプレーネを肯定するわけじゃないですけど、いいかもしれないね。次行きましょう。えー、サロも XT6 ブラック超かわいいです。ああ。じゃあどうやって写そうかな。まあいいか。スニーカーダンクでやるとプレーネ出ちゃいますもんね。 じゃあちゃんと調べましょうよしブラックブラックいろいろありますよ僕のイメージだとこれかなブラックって言えばオールブラックっていうよりはなんかサロモンっぽさで言うとこういう感じかなちょっとこれ触ったらズームするかなしないタイプでしたクイックトゥーあ来たあダメだこれできないんだこういう感じですねサロモン XT6 のゴアテックスの黒のイメージありますね これね、ここだよね。この黄色がね、とか色が入ってるのが、このサロモンの靴のかっこいいとこですよね。こうやって、あちょっとめちゃくちゃ僕が邪魔だな。ちょっとぶかしますね、僕。邪魔なんで。あちょっと待って。こっちだ。僕、こっち行きまーす。こんな感じで。よいしょ。こうか。こんな感じで、靴のね、足元、服と一緒に合わせても、ここの色がね、映えるんで。 可愛い,いですよねサロモンの靴は結構あ履き心地もいいですしあちょっと待ってよゴアテックスのこのコラボモデルとかが結構あるのでデフォルトで今ゴアテックスなの結構多いんで長く使えますよね雨の日とかもねじゃあ次行きましょうかいっぱいあるんで徐々に紹介可能な限り全部したいなと思いますけど明日発売の バンズのオールグッドフラワーズコラボが欲しいんです。遊びたいので。気になりますね。調べましょうか。バンズオールグッドフラワーズ。これかな明日発売って言ってましたね。5日前。PR タイムズ。あ、これだな。この色味ですかね。 これですかねあ、これまた可愛いね結構蛍光な色が入ってるんだいいですねここの文字も可愛いですね結構アクセントになるこれ多分この色だけだとちょっとバランス的にはポップすぎるけどこれが入ることでちょっとストリート感が出て合わせやすくなりますねわ、こんな色もあるんだこれ可愛いスリッポンめちゃくちゃ可愛くないですかこれ オーールグッドフラワーズちょっと戻りましょうか。えー、花のある心地の良い暮らしをテーマにするお花のセレクトショップ。オールグッドフラワーズ。えー、初めて聞いた。かわいいですね。これ欲しい。スリッポンの方。あ、撥水コーティングしてるって最強じゃないですか。雨にも強い。あー、なるほど。 だからお花のお世話とかもできますよみたいなちょっとこう作業グッズみたいな使い方もできるんだ、うん、グッズかわいいグッズかわいいな色いいっすねこの別にこの色の組み合わせかわいいなお何か来てるあいかいか、えー、いいですねありがとうございます非常にかわちいいですこれあかわちいいですね 秋は雨も降るのでブランドサストーンのサイド側ブーツは開けがちですね。ああ、前教えてくださったやつ。紹介していたやつでしたっけ、前。ですね。じゃあちょっと次行きましょうか。1万円以下のも紹介されていたのでいろんな人が参考になりますよね。おい、よかったぜ。カツオボーイさん、いつもありがとうございます。990V6 が良かったです。いいね。990V6 はね。 まあちょっと知らない方もいらっしゃるかもしれないので軽く紹介しましょう。はい、こちらですかね。990V6。ちょっと僕、説明できるやつについて説明します。はい。こういう。こんな感じの靴です。990V6、えー。ニューバランスの中でも結構いいものが売っているラインになりますね。はい。結構いいライン。いいものが売っているラインになりまして。 非常にクオリティが高いです。<ー>で、あと何だろうな。ここの、ああ、ね、色味が僕は個人的にこのブラックベースのやつがすごく使いやすくていいかなと思ってます。ソールも可愛いいです。でね<ー>あ、ここに説明書いてある。結構990っていうのはシリーズで展開してまして。 ここにね V シリーズっていろいろあるんですけど更新されたって書いてあるんですけどあのー、結構シリーズが今6段出てまして僕 V3 と V5 と VV あれなんだっけ V2V3 か V3V5 を持ってたんですけどどれもすごく履き心地が良くてそれのまあ一番新しいやつなんで、まあ、日常使いではめっちゃいいですね。 では次ですね。イタリア軍のデッキシューズ、めちゃくちゃかわちりです。デッキシューズ一応スニーカーになるのかイタリアほう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 。あー、オッケーです。なるほど、なるほど。じゃあちょっとお店を紹介しつつですかね。おすごい。こちらですね。 あ、セーラーシューズだ、こっちは。セーラーデッキシューズ。あ、まあ、でも一緒になるのかなまあ、こんな感じですか。かわいいですね。ネイビーの色味が。とっても使いやすそう。価格も、まあ、これは、デッドストックか。でもデッドストックでこの値段だったらいいですね。なんかちょっとこう。あ、かわいい。よくないですか結構ボリュームあっていいですね。しっかりこう、ラバーのソールもデザイン性があって。これはめっちゃいいな。 普通にこの値段で買えるなら結構ありですね。えー、ありがとうございます。ネイビー探,僕もネイビー探してるんで、結構気になるやつですね、これ。最近のアディダスのフォーラムハイ、緑履きたいかなって感じですね。あら。あらあらですね。なんだ。アディダス、フォーラムハイ、緑。あら、これはかわいいね。どっちだ どっちの方を言ってるんだろう。でも多分こっちな気がする。これですか。可愛い,いなフォーラムハイっていうのを、僕はなんかどっちかっていうと、このちょっとね、ローなイメージ。これちょっと映像的にはローに見えるんですけど、なんかこういうちょっと低いフォーラムってずっ、ず去年ぐらいから出てますよね。なんかそれのイメージあったんですけど、ハイはハイで可愛い,いですね。こういう感じが。ちょっとストラップがついている。これ絶対偽物じゃん。超歓迎やすい。 やばいね。これか。スニラン。ああ、いいですね。こういう風なデザインしてるんだ。こういう感じか。めちゃくちゃいいな。この金のやついいな。バランス的に。この前、昨日動画で紹介したノアのコラボモデルになんか雰囲近いですね。雰囲気は。こっちはまたハイでバスケっぽいというかストリートに合いそうな感じですね。カーディがめっちゃかっこよかった。あ、スタン・スミスさんありがとうございます。わーお、めっちゃコメント来てる。 どうしようかな。ちょっと飛ばしながらでいいですかごめんなさい。可能な限り拾いたいんですけど。えー、アリダスの常田さん、あ、種常田さんじゃない。アリダスの柴田ひかりさんコラボ。えー、なんだろうちょっと型番知りたいです。なんかよく出てるのがありますね。ワイプ右下の方がいいかも。わーい。<laughs> はい。ごめんなさーい。 これ右下がツーレーって感じですかちょっとごめんなさい。僕が相場知らなくて。えー、黄色からいくないですかこれさっき答えたところ。とじゃあここからかなコムデギャルソンプリウスとナイキのエアサンダーマックスかっこいいです。ナイキエアサンダーマックス見たらわかるかなサンダーマックスコムデギャルソン。あ、これかなこれですか ああ、これかっこいいわ。よし。これあれですね。んこれでもめちゃくちゃ高いのは何だもうあれか、プレネがついてる昔のちょっと前のモデルかな。どうですかこれ。かっこよくないいいなちょっとあれですね。あのー、この前紹介した、あのあれ、うんと、 名前と忘れちゃった。なあのこニューバランスのニュービームコンセプト1。ちょっとそういう、なんだろう。無機質な都会的なアウトドアシューズみたいな雰囲気ですね。ここが多分ラバーっぽい感じなんでしょうね。かっこいいこれ。ハラチとかの横の部分みたいな雰囲気あるな。これはかっこいい。<laughs> ちょっと高いけどかっこいいですね。コムデギャルソン林間管ああ、輪で売ってる場合もある。あ。 なるほど、なるほど。ちょっと9万円ぐらいですか買うとしたら <laughs>。いい靴だな。でもいいですね、これ。お金あったら欲しい。マジでかっこいい、これは。次行きましょう。アリダス、中田油揚げさん。アリです。全部。なるほど。明日、ニューバランス2 0 0に s t を買おうかなと思ってます。明日販売日ですかなんか新しく出るやつあるのかな ST うーんあっオッケーなるほど ST でこれになるのか僕が持ってるやつですねはいはいはいこの色味これ使いやすいよこれ使いやすいよこの色いい色だよそうなんでしょう はーい。じゃあ、待っててください。掃除していきます。すぐ帰ってきます。さあ、じゃあ、紹介戻りましょうかね。よいしょ。ちょっと待ってよ。小さくします。僕は小さくなります。はい。ニューバランスの 2002ST ですね。グレーの色味ちょっと青みがか,かってた色味も入ってるので、コーデとかデリムとかも合わせやすそうですね。このね、僕、この紐の色好きなんですよ。ちょっとグレーというか。 汗た色味これかわいいねやっぱりこうやって見るとなんか普段履いてると靴箱のこのお尻の靴のお尻しか見えてないからあんまり気にしないけどこうやって見るとやっぱかっこいいなこの靴そうかこれ「2002」ってあれなんですね僕この型番でいつもこう覚えるっていうか何でしょうニューバランスって判断してるんで、ね、ここまでしか覚えてないんですけどこれで色なんだえー、いい勉強になった ね ST って多分こう,こういうあれがあるってことですよね。すげえ、いい勉強になりました。持ってるのに。<laughs> ありがとうございます。じゃあ次いっちゃいましょうか。アディダスのガゼルの常田大輝さんモデル、モデルかっこいいです。おへ、え、ぇー。常田大輝さん。ガゼルの常田大輝さんモデル。常田大輝さん。あれ、日本語やってるなんか、ロレスもあってない。まあいいか。ガゼル。 ガーゼルスネこれかいもしかしてこのかっこいい色じゃないあそっか。あぶね。間違えて黒目で見てた。<laughs> こっちですね。ちょっと待ってよ。これですかみなさんこれですかかっこいいっていうのは。これはかっこいいに決まってないちょっとこれ邪魔だな。 わあなんか特設サイトなんだ。わあ動画あるよ。動画見ますかこれ見ていいんかな俺動、ライブ上で見ちゃおうか。YouTube でやっぱり。おうるさい。ちょっと待って、うるさい。おーい。あ、これ広告で流れてるやつだ <laughs>。渋谷とかで見たぞ、これ。かっこいいちょっと待って、この色。あー、ありますね。ガゼル八十五。八十五は、その復刻みたいな形なんだ。 と、ガゼル。国内展開限定モデルええー、かっこよくないちょっと待ってこれ紹介してなかったら盲点だったこれ限定モデルで出てんだかっこよくないですかこれかっこよくない ?14300 円売ってんのかなうわっ 売り切れてる <laughs> そりゃそうかこんなかっこよかったら売り切れるかスウェードなんだこっちがこれかっこよくないこれかっこよくないかいガゼルレンあーレン君なんか来た 2007, 2007ぐらいで靴探すの最近だけどナイキ ACG ソーカーミットがお気に入りっす絶対見ましょう,もうせっかくやってくれたんで ちょっと待ってくださいよ。これはかっこいいかも。これ使いやすそうな色してんな。てか、常田さんが使ってるって時点でかっこいいかな。わおあ。あ、ふんさんも来てる。ありがとうございます。ビジネスシーン、オフィスカジュアルでジャケットと合わせられる秋のおすすめスニーカーありませんかなるほど。オフィスカジュアルでジャケットと合わせられるお靴か。 うーんなるほどね。カチッとした感じ。カチッとした感じの靴。僕の知り合いでやってたの、なんかい、程よくていい人いたな。あのー、バンズのローファーの前、ちょっと僕動画で紹介、昨日の動画で紹介したやつあったと思うんですけど、あれ確かなんか、 あれなんですよね。あの、レザー、ま、オールレザーみたいなやつがあって、それを見るとね、なんか履いてる人がね、どっかで見た。なんかあの、打ち合わせかなんかだったかな。なんかで見てね、おしゃれだなと思ったんですよ、スーツに。そう、バンズの、スニーカーっぽいソールなんだけど、あの、オールレザーで、あの上がローファーの形なんで、結構かっこよかったですね。どこまでちょっと落とせるからですけど、アプーンさんが。アプーンさんかアブーンさんだった。 <laughs> がそれもいいかなと思いましたしちょっとスニーカーっていう路線からー少し革靴寄りにしてもいいんだったらあのロックポートっていう僕が YouTube で紹介してるどれぐらい前だったかな6月7月 QOL が上がった靴紹介っていう動画の中で紹介してるロックポートのライトウェイトペニーローファーっていうのがあるんですけどそれはね 上がまあちゃんとほんと革靴で下がスニーカーソールになってるんですけどいわゆるそういうお店なそういうお店っていうかちょっと安いところで買えそうな全部使えますみたいな革靴と違ってクオリティめちゃくちゃ高くてかっこいいんですよで僕が紹介したのはローファー型なんですけどあれがまだ革靴、あのー、ダービーシューズっていうかなんだデッキシューズじゃなくて日本語で少ないあのちゃんとこう靴ひもで締めるような、あのー、カチッとした雰囲気の やつも確かあったのでロックポートぐらいまで行けるんだったら結構僕はあっちの方がおすすめかなと思います。バンズだとちょっと会場やるめな雰囲気出ちゃうのでしっかりしたい感じだったらロックポートを見ていただくとおすすめですね。うん、あの百貨店とかでも結構買えると思うので割と買える場所多いと思います。うん、はい。うん、せっかくじゃあちょっと来ましたけどもこれ何あ、俺いいねできるんだ。ありがとうございますお二人。 じゃあちょっとせっかくやってくれたんで、レン君のやつも調べてみましょうか。ナイキ ACG ソーカーミッドナイキ ACG ソーカーミッドソーカーミッド。はい、紹介しましょう。おえどれだこれちょっと待って、これ、かっこいいじゃない多分ミッドだから、ごめんなさい、ちょっとブランド古着のお店にやっちゃうんですけど。あ、写真少ない。 いやだこれそうか。ああ、じゃあ、こっちかな。これか。かっこよくな。あ、写真。頑張れ。こっちか。これですね。かっこいい。これ見つけるの大変だろうな。かっこいいでも。このオレンジのいいな。おいいね。昔のナイキっぽい感じ。あ、ACG でね。ACG にこの昔のナイキのこういうロゴついてるのあるんだ。 えかっこよくないですかあいいですね先端がこういう風になってるんだナイキ CG は、えー、と昨日の動画でも確か紹介しているとは思うんですけどちょっとねアウトドアなあのラインのナイキになるのでやっぱりこの機能性がついてくるっていうのがやっぱりいいですねあ今のテック系の雰囲気にも、まあ、合うものは合うのでこれのスニーカーかわいくでもこれはちょっとカジュアルめな要素が強いので いいですね古着のスタイルとかどんなジャンルでも合いそうな感じありますけど可愛い,いですねオレンジいいね蓮くんが持ってるのはオレンジかい何色なんだいいい靴じゃない欲しいよ知らない靴が増えてくる <laughs> いいなちょっとねこれもいいですさっきのアィダスのもいい知らんかったなもっと勉強しますねじゃあちょっといきましょうガゼルガゼル チェルシーブーツ。あ、ごめんなさい。じゃあ、今日はいっぱいあるので、コメントいただいて全部紹介はできないと思うので、一旦、あの、スニーカーでね、うん、まあタイトルもあるので、スニーカー縛りでやっちゃいましょうか。ごめんなさいね。えー、自分マイナーだと思うんですけど、えー、ヘイレウのチェルシーブーツになってます。この方またちょっと調べて、またブーツ会やりますので、その時ぜひ <laughs>、えー。えー、あえて、ジャーマントレーナーを新調したい。あはははジャーマントレーナーを敬を新調したい。 マルシャ欲しいがとても買えない。いい質問。いい質問じゃねえ。いいコメントですね。僕が使ってるのも紹介しましょう。せっかくなので。ピザロード、ジャーマン。ジャーマン。これでいるかな僕は、あのー、よく韓国の服ってどこで買ってるんですかお、めっちゃ出てくるやん。あの、買って、買うんですかみたいなので聞かれるんですけど、ここ使ってまして。WW コンセプト。その中でね、この、 ウィーザーロードっていうところはね、靴をちょい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 、ちょいちょい、これ履いてます。ちょいちょい履いてて、それの中でこれですね、今、まあ、ちょっと安くなってるけど、こういうジャーマンのやつ履いてます、ここの。クオリティ高いっす。あの、マルジェラだとちょっと高いのは確かに僕も思ってて、なんかいいのないかな、で、でなんかちょっと群物じゃなくて履きやすくなったやつないかなっていうので見つけたのが。 これですねちょっとあの今パッと出しちゃったのあれなんですけどほんと忠実に似てるやつとかありますのでなんかまあ値段とかそのマルジャラじゃなくていいっていう人は意外とあ,ありますね結構こういうのダオナトっていうとこも結構いいですどっちも持ってるんですけどあのいいですねウィーザーロードとダオナトのこのジャーマンのクオリティはかなり高いですおすすめですえー、アディダスとアトモス コラボのガゼルガゼル買いました、うん、何アリダスアトモスのガゼル、まあ、ガゼルガゼルどれだろうこれかなえ,ー、えめちゃくちゃいい色じゃん <laughs> 待って知らんかったんやけど <laughs> 俺結構見てるのにな靴のやつニュースえー、こんな色ありましたっけ これかわいい。この色もいいな。いいな、これ。どうします僕これし、これ見てしばらくした投稿でなんかさらっと僕が見つけたみたいな顔して紹介してたら。やばいっすしないけど。ああ、売り切れてる。まあそうだよね。こんない色だったら売れちゃうよね。ああ、22年。去年の秋冬なんですね。かっこいいよ。いい靴だよ、これは。 じゃあちょっとコメント飛ばしながらいっちゃいましょうかね。ごめんなさいね。結構。ワイプ真ん中ではダメですかワイプ真ん中これ GR このワイプ真ん中って大丈夫ですか僕がってことこれこれ見えますこれ。<laughs> 邪魔じゃない <laughs> ちょっとい一旦ここでやらせてください。 スリーピーさんの影響で、オニツカタイガーのメキシコ66のベージュとグラスグリーンの色味を変えました。あら、いい色じゃない。いいですね。まっ、あ、正確なんで紹介してみましょうか。かメキメキシコ66。これじゃ出んよな。にグ,グラスグリーン。出てくる。ああ、これか。 うお、これね。これっぽいぞ。これはいいな。カクタスグリーン。多分これがもっとベージュっぽいのがあるかもしれないですね。これはいいね。いい色だね。いいの見つけましたね。いい色だね。ボボボボボボボーイさん。ボーイシリーズね。昔一緒に名前つけてくれた人ね。ボーイさん。嬉しい。イエローじゃないっていうところが。 個性を出そうとしてます、ね、いいねでもこの色は欲しいよじゃあちょっと飛ばしつつリックのラモーンズ欲しいんだけどさすがに高くて買えない視聴者さんラモーンズが欲しい人向きにおすすめのスニーカーないっすかだってコメントは特に来てないかなそれに対してアンサーはちょっとコメントみんなあれだ、ね、コメントもみんな打つのにあれで回答がないね ラモンズが欲しい人向けか。いやー、あの厚底とあのバランス感っていうの僕もね、一時期めっちゃ探したんですよね。で、あ結論僕の知ってる限りだとない <laughs> です。ごめんなさい。<laughs> なんかちょっと話し始めてあるっていう期待をさせたかもしれないんですけど、なくて、あの、いろいろスニーカーとかは、 見てきてて、まあ、ラモンズよりもしかしたらちょい安いかもっていうのは、あのビスビムのこの厚底のソールのコンバースっぽいスニーカーが、まあ、雰囲気近いかなと思います。あの、リックっぽいあのソールのチャンキー感があって似てるんですけど、いや、ワンチャン多分ラモンズの方が安いかも。あのダークシャドウとかだったら。うん、と思いますね。わかります。 それもあってね、僕あの、チャック・テイラーの、えー、今ちょっと買えないんですけど、USA 規格のオールで、えっ、ー、と、USA 規格のレザーオールはあれなんで、下が違うんですけど、上が全部レザーのコンバース CT70 のサイドジップみたいな。調べたら出てくるかなコンバース CT70 サイドジップレザー。 あー、ないねー。あ、これ一緒かも。高っこんな高いの今 <laughs>。これです。これの僕、紐変えてます。これですね。これを僕は持ってまして。あのー、まあやっぱりソールがね、あの、ラモーンズのあの独特なこのボリューム感っていうのはないんですけど、まあでもあのレザーの感じが好きっていうのであれば、これも結構いいんじゃないかなと思います。これ高いね。こんなするんだ今。 へえー。まあ、買えないもんね。今ね。日本で。日本でというか、買いづらくなったかな。はい。じゃあ、ちょっと飛ばしつつ。こんばんは。アーカイブ残りますかグラスホッパーさん。残したいと思います。えー、ニューバランス 990V2 を買って履きまくってます。いいね。ニューバランス 990V2。あのー、僕欲しい色があるんですよ。990V2。まあ、でも、ちょっと、パッと調べて出てくるのが、今、買えるやつだと思うんで、出すと。今、買えるのは エンド、紹介したとこ出てますね。エンドは、どんな感じはいはいはい。いい色。Made in USA。これは、エメレオンドレっていうアメリカのブランドの方の、多分あれなんじゃない違う ?GY2 ってこの型番ついてるってことは、あ、見えないわ今、今。僕のテーマが邪魔してるけど。 GY2 っていうところなら、おそらくテディ・サンティスとこれが、まあちょっと監修して色味とかを作ってる、素材感とか調整してるやつなはずですね。わおかわいい。これ履きつぶしたいね。これボロボロになったらかわいいよ。USA って書いてあるんですよ、これ。ああため息出ちゃう。かわいい。あー、こまち。ごまち。ありがとうございます。ポットデマメ野郎。 ごめんなさい悪口じゃないです。読んだだけです。じゃと飛ばして。そういえばタビのような靴を履く時靴下ってどうしてますかあのー、5本指ソックス履くことが多いです。どっちかというと。あのー、何あれ名前忘れた足袋靴下工房なんかあのイオンとかに入ってるところで買いました。<laughs> じゃあちょっと飛ばして。 レンクのやつをさらに飛ばして読もうかな。結構来ちゃってるんでね。えー、アンヘル・ランヘルさん。アナハイムスリッポンのスタイル47ベルクロクロが最高です。いいね。なんて調べるば出るかな。スタイル47。スタイル47ブラック。 バンズライフスタイルアナハイムって入れないと多分違いやすいですきそう。アナヘイム…出てきた。あ、なるほど。この出品者のやつ見たことあるぞ。全然こっちの話なんですけど。あ、ない。聞いてる。これですって。ごめんなさいね。勝手に使っちゃうんですけど。これかー。これはいい。このタグがさ、色違うのいいっすね。 これこれがまたアクセントになってるよバンズアナハイムオーセンティックアオーセンティック種にスタイル47アナハイムっていう工場で作ってるやつですねいやいいですねちょっと高いんですけどそのバンズの中でもちょっとね DX とかになったりするんで高いんですけどやっぱその分クオリティが高くてあのーうん、動画でも言ってるんですけどなんかこう安いやつもバンズって いい靴なんですけどなんか長く履いたりとかそれこそこう何ですか運動用途で使ったりスケボーとかでやるときはやっぱこれぐらいいいやつだとやっぱ長く持つって言いますねコスパが逆にいいみたいな話も聞くのでこれはいいね黒ねかっこいいよ欲しいこれこれちょっと入ってくるなどうですか皆さんこれかっこよくないですか次行きましょうちょっと飛ばしてありがとうございますねコメントあの 多分これコメント自体はあのアーカイブに残したら残ると思うのでまたちょっと時間がちょっとあるのであのもう多分結構時間が <laughs> 45分ぐらいあっという間に経ってるんですけどあのめこのコメント自体はちゃんと後で見返すのであと皆さんも多分アーカイブで残ったらコメント見れると思うので紹介してないやつあの片っ端から見てってください絶対いいやついっぱいありますこれ。 えー、クラブ C ヴィンテージ履きたいと思ってます。これ僕が前紹介した、昨日紹介したやつのシリーズかな。いいですよね、あれ。次ですね。FV11 カーテルのスニーカー欲しくて悩んでます。知らないかも。ちょっと待ってください。タブ消します。FV11 <laughs>。ごめんなさいね。FV11 カーテル。わお。わお、これはかっこいいよ。 ちょっと公式で見たいっすねこれ。えんさいなんでこれが出てくるなんかごめんなさい。完全に違う人のやつ開いちゃった。これ何めちゃくちゃかっこいいですよ。うわっ。全然写真がないもしかしたら。あエンサささんがもしかしたらやってるこれ。エンさイさーん。<laughs> <laughs> 見てる。 あーこれちょっとごめんなさいこれ多分参考この,あの画像は多分なんかの拾いだと思うんですけど他のやつはちょっと情報は正しくないと思うのでこれだけ見せますねいいですねチャンキーな感じここのラインもかわいいねでここのタグかな靴どうやって紐を締めるんだろうこれこれ持ってる人いますどうやって締めるんですかこれでもかわいいここのチャンキーなこのソウルかわいいですねバレンシアガとかね あのー、今季とかあ今季じゃないか去年ぐらいから出てるこうちょっとなんかトルーパーブーツみたいな何ていうのこの頭の感じとこのソールがチャンキーな感じがいいですね似ててただちょっとオリジナリティのあるスニーカーっていうのがこれは欲しいなこれどうなんだろう重いんですかね僕あの,あの今は分かんないんですけど昔そのバレンシアガーのトリプル S を買って履いてた時があってあの靴って 見た目重そうじゃないですか。重いんすよ。実際も。実際も重くて、僕の体感なんでちょっと違ってたらすいません。なんか15キロぐらいあって片足。本当に足重くて、あの、足のこの、ここ、甲が、の重すぎて、ここで足上げるぐらいのあれなんで、重すぎてね、なんか靴ずれみたいな変な感じになって、ね、痛かった記憶あるんですよね。今は多分だいぶ違うと思うんですけどね。えー、この靴かわいい。 レン君、オレンジデッドと中古2足えー、めっちゃ揃えとるやん。オレンさっきのあのプレーンがついてそうな靴を3足持ってんだ。だデッドはあれ保管用かなめっちゃいいね。まだ正式ではないですがニューバランス 2002R と JJJJJJJ それラッパーさんだ。ジョウウンドとの最新コラボが可愛いです。はい、飛んじゃげてます。えー、っと。 ジョーンド、あれは可愛いよね。絶対多分可愛いやつになるから、ちょっと写真出てないよね。おマジこれなんでリークされてるもう出てんのか画像。これですね。僕なんかインスタでジョーンドが上げてるやつ見たんですけど、こういうしっかりしたやつあるんだ。いいですね。これです。これ、あっちょいこっち。<laughs> かわいいこれ。あ、画像はもうこんなもん こうなななんんんですすよね何なんですかねなんかかニューバランス同じニューバランスなのにジョーンドのコラボだけやっぱりんか別格な感じありますよね色味とかこの紐のバランスとあと、まあ、こうやって見てもらうと分かるんですけどソールもやっぱりここで色変わってるんですよねここがちょっとアイボリーっぽくてでここから白に黒ここアイボリーに合わせて多分ちょっとこう黒が合わせてネイビーっぽい色味になっててでまあこことここの色味拾ってるんですよね靴紐もここが揃ってて。 何ですかねこれ一回ちょっと靴こういう色味作ってみたいなと思うんですけどこうカラーリングこんなことできるんかな天才っすよねこれかわいい商品見えなくて笑うああ真ん中ごめんなさいごめんなさい <laughs> でも邪魔したい時やりますねたまにたまにいいやつとかバッて隠そうワイプ真ん中は違法アップロードみたい <laughs> 著作権対策してる自分でやめろっつってやろ今度からやろなんか動画見ますって言った時とかやっちゃおうかな邪魔してやろうかえー、っとじゃあ飛ばしてあコメント来てるあありがとうございますカツオボーイさんトウヤホリウチコンバースローファーレッドブラウンが秋冬にかけて左右率がありそういいですねトウヤホリウチさんとコンバースのコラボの靴は本当 本当に可愛いんですよあの何あれこの前かな去年出たやつとか僕ほんと欲しかったんですよねあのねローファーのやつあそうそうそうこれって今新しく出てるのかなあこれですこういうやつと谷堀内さんはニューヨークで活躍されてる方であの僕が存じ上げてるとこだと多分ルックスタジオって今日違う昨日からあのドーバストリートの方で あのポップアップやってるブランドスケーターブランドみたいなこうところがあるんですけどそこの多分一員の方なんじゃないかなのその何ですかその方のその人個人とコンバースのコラボでやってますね。これは当に黒とかが確かあってそれが欲しかったんですけどさっき紹介したバンズの,そのスニーカーのローファーもありつつコンバースも実はこういうのがあって。 ここれはこれはでかっこいいですね多分これ通常モデルではないちょっと革靴っぽいディティールな気がします僕あーでもあるかなこれもっとこうコンバースアディクトって動画で紹介した復刻する日本のそのレーベルっていうかラインがあるんですけどそれだともっとツイードっていうかこう着毛みたいな素材でありましたねブラックでこの色いいな差し色になりますねうん素敵です 1万6,500円ですね。はい、売ってません。売り切れです。でもいいです。これ多分定期的に出そうだし、それこそプレネでも買う価値あるかなと思います。ええー、?1 万1,550円欲しいかよ。ああ、でもこのサイズだ。皆さん見てください。このサイズしか残ってない。まあ、このサイトだけなんでちょっと違うかもしれないですけど、 23.5のあなた今見てる方11,500円で買えますよ定価より安いでこの絶妙カラー僕が持ってるあの 3i のあれえっ、ー、とティンバーのやつのあの雰囲気に近いですね色味がだからあれをちょっと見ていただくと意外と合わせ方も近いのが見つけれるかもですいいお店見つけちゃいましたね流れでね ebay とかでも売ってる あロコンドでも売ってますね。もしよかったら気になる方は調べてみてください。ありがとうございます、カツオボーイさん。素敵な靴を。えー、っと、そうしましたら次。ちょっとさっきのやつ、コメントを読み上げた方からチョイスしていきましょうか。えー、どうしようかな。いっぱいあるよね。アワーレガシー。 来てますコメント「アワーレガシー」のモノランナー欲しいしべましょう皆さんあり,ありがとうございますいろんな面白い靴紹介してくれて「アワーレガシー」もね結構あの僕もえー、っと名前今日出てこんカミオンっていうブーツを持ってるんですけどそれ以外もタンクローファーっていうこうちょっとねボリュームがあるローファーだったり靴もスニーカーも出してたりしててそれもね全部可愛いんですよ今人気なんでね うわ、これめっちゃいいじゃん。これはいい。僕ちょっとスニーカーだとテンション上がるな。<laughs> アワーレガシー。これが一番見やすいかな出るかなソールドアウトしてますね。こういう感じです。下がビブラムなのかないいですね。シンプル。こうなんかロゴがないっていうスニーカーも一周回って新鮮でいいですよね。 なかなかこう、スニーカーブランドだとどこかしらにこうタグとか見えたりとか、あの衣装でなんかここはこのブランドだよねって分かったりしますけど、こういうデザイナーのブランドの靴、アクネとかもちょっと前に流行ったやつとかもそうですけど、なかなかこう、そのブランドって詳しくないと知らないですけど、まあでもかっこいい。これどこのだろうって思わせるのが絶妙に上手いっすよね。はけこっちもいいっすよね、多分これ。ソールがしっかりしてそうだから。かわいい。 スニーカー作りてー楽しそうアディダスのバルミューダの赤は動画で紹介していたス,、えー、スパイスペツィアをより色味が深くてかっこいいですよマジですか調べちゃいますよ本当ですかアディダスバルミューダワオワ 気あさんわーいい色だ。うん、いい色。いい色ですね。いい色だな、これ。この、まあ、なんかこれ、なんでしょう。グッチのコラボでも、まあ、似たっていうかも、もうちょっと違うんですよね。なんかパターンとか入ってるんで、やるんですけど、ちょっとこう、ベロアっていうか、 光沢のある感じこういうやつなんですけどちょっとねグッチのやつはねガラガラして,て使いづらかったですけどこれはいいうわサイズね俺の28までこれまでのサイズある人いいっすね持ってないこれ色だな <laughs> これ <laughs> 色落ち、秋冬って感じですねあのこの前紹介したのはどっちかというと、まあ、春夏も履けるかもしれないですけど これぐらい落ち着いた色でこう秋冬にねスニーカー入ってたらかっこいいないい色ですねこれはあはん<笑><笑>って言っちゃう人うわいいねバミューだねレギュラーフィットリラックス感ある島の雰囲気漂いす間違いないリラックス感ありますね上質ですね ありがとうございます、赤月さん。Thank you. かっこいい、バミューダが。バルミューダは違うわ、バミューダ。次行きましょう。昨日の動画のラストリゾート AB 欲しくなりました。今度試し履きしていきます。どうぞ。いいですよ。あの、僕は名古屋、あー、そうか、住んでる場所によるからあれですけど、なんか、でかいビームスとかビリーズとかアローズぐらいならあるかな。なんか 地方都市ぐらいで売ってるところだとまあ名古屋とかだとそれぐらいになと思うんですけど大学生でお金ないけどカーハートコラボの 990V6 絶対買います皆さん知ってますかこれカーハートとコラボさっきもコメントでちらっとありましたけどねあのカーハートと 990V6 ナイ・ニューバランスコラボするんですよね11月18日から販売予定なんだ かっこいいですよこれ見てください。この色。急斜面、急、何ゆる斜面。五軸蝶とスカイって出てますけど、これじゃなくてこっち。これ、かわいい。これやっぱちゃんとカハートのロゴに合う,合うような色味にしてるんですよね、きっとね。4万円で、そう、これね、990シリーズって高いんですよ、定価が。普通の靴の,そのそ相場っていうか。 あの皆さんがイメージする靴のそういうスニーカーの程よい値段からはちょっと1個ハイクラスな値段なんですけどやっぱその分この色味とかクオリティついてくるんでねかっこいいこれこれあれなんかなもしかしたらあれですねこうやって写真で見ると黒だけどフラッシュとかでこういう色が光るようななんかこう蓄光みたいなあれなのかなあっぽいこれフラッシュ写真ですもんねで色出るんだで ないとこうなんだ。えー、めっちゃかっこいいやうわ、いい色。セクチーな、これ。いいですね。こうやってカーハートって集団に入ってんだ、これは。ニューバランスじゃなくて。ちょっと、動きが定まらないよ。あ、ひもついてくるそうです。で、カーハートのロゴの色のニューバランスのロゴ。やっぱいいね、これね。これでも買えるなら買いたいですね。確かにお小遣い貯める理由も分かります。 この靴はいくつですじゃあちょっと飛ばしながらあプラネさん、えー、上でもコメントしましたがウェーブプロフェシーモックブラックがかわちい連投失礼ごめんしすごい礼儀正しいですね全然気にしないでください必要してくださいウェーブプロちょっと待ってくださいねあの僕打つの遅いんで気長に待っててください あ今出てたこれかなモックうわかっこいいああなるほどミズノかミズノ最近来てますからねちょっと動画にするかもやったかっこいいなかっこいいマジこれああこれプラネさんこれはかっこいいですよ これ流行りそ水野な,なんか僕のイメージはねあでもこれか、まあ、でもモックじゃないもんで、ね、さっきのですね多分僕こういうイメージなんですよ水野の,の最近流行ってる靴ってまあ値段もちゃんとこういうねしっかりついてくるぐらいの価格でいいものをなんかこう作ってるそれこそこの前あの僕が持ってるあの椅子コル,コルビシシリワシリのチェアとかああいうのをこうテーマにした家具シリーズやってた記憶あるんですけどね そういうなんか頑張ってる。新しくこう。あらこれじゃないあ、違うかあ、これ、あ、そうだよね。これかなこれですね。皆さんめちゃくちゃかっこいいですかこれ。<laughs> あこれ、ローファーなんだけど、ここのソールが。これ、身長バレます。身長盛りポイントです、これ。このソールは絶対に。これ、かっこいい。こう、なんかさらっとこう、履きこなしたらかっこいいですね。 あこの人が手掛けてるんだこれもかっこいいなビスビムっぽくありつつもなんかこうテックな感じがビスビムにはなくてよりいいバランスになってますねそれのまあ、多分1シリーズなのかなえー、かっこいいねこれこんばんはさっきの水野のんさっきの水 <laughs> 水野ク,クソかっこよいですあクくそかっこよいですね ごめ,んなさいごめんなさいクソかっこいいこれはやばいっすようんーこれは履きたいかもちょっと定価がいい値段しますねやっぱここまで来ると何だろう今靴高いなやっぱり昔の僕がこういろいろこう動画出したりって動画じゃないあの写真とか出したりした時ってニューバランスもやっぱ574とかが流行ってたぐらいだっ たんですよねだから1万ちょっととか今やっぱスニーカー熱みんな高いからこういうのも出てくるんですね水野ありだないやはりちょっと水野追いかけたいあれ出てきましたいやかっこいいね水野クソって <laughs> やばいやばいやばいちょっとみんなやめてくださいやめてくださいよちょっとやばいよちょっとやめてよ <laughs> 水野クソってめちゃくちゃ言っちゃったさっき さあありがとうございますプラ。プラネさん。わざわざありがとうございます。非常にかっこいい靴でした。皆さんこれ当たりしかないね、今回の。いい回ですよ、このライブは。定番すぎるけど、ニューバランスの550の N が緑のやつマジでいい。緑が M のやつえ ?N のやつ ?NB55550。 ああ、そういう意味ね。なるほど。この N ってこれね。これいいですね。これ、あ、これはあれか。エメリオンコラボじゃないね。これは多分結構、あの販路は多い。買える場所は結構多いと思うんですけど、僕が紹介、昨日の動画で紹介したのは This is Never That っていう韓国のストリートブランドとのコラボで、この生地がね、ちょっとダック字っていうか、厚いキャンバス字みたいになってて、雰囲気がだいぶ違うんですけど、これはバッシュっぽいデザインの、まあ、ラインというか、あの出た時の やつオリオージーカラーに多分近いと思うんですけどこれはね使いやすいよ履き心地も結構いいんじゃないこれえなんか僕のすごい勝手なイメージですけどエアフォースワンぐらいな感じじゃないですかねどうですか持ってる方教えてください気になる重さ絶対違いそうあさっきのやつ1 5キロいや合ってる合ってる えー、ハイカット色違い2足とローカットオレンジ2足でデッドアカンしょですレーンくんかさっきのやばいねおいいコメントあるニューバランスのコラボ系が欲しいおすすめありますかいい質問だねちょっとこの動画見てる僕が狙ってる靴なんですけどあの,あの動画作った後に出てきてこれ欲しいなと思ってて、まあ、今見てる人に特別にちょっと紹介していいですか 僕が買う前に買わないで買い占めないでくださいよ。マジかっこいいんで、ちょっと簡単してください。簡単日本語合ってないよな、もう。ああ、ないね。OK です、OK です。じゃあ、このエンドクロージングですね。僕が動画で紹介して、あ今見て、あ、見てない。エンドクロージング。これはあの僕が昨日動画で紹介している、まあ、靴の、えー、まあ、海外のセレションなんですけど、 特にスニーカーが強いお店ですね。で、僕は結構ここで靴買ったりすることが多いっていうか、まあ、かなりこれとエッセンスぐらいでしか買ってないんですけど、ここでね、ニューバランスのコラボが見つけて、えー、っとね、ニューバランス、ニューバランス、と、どれだニューバランスちゃん、ありましたね。これのね、 出てくるかななんかめっちゃ増えてる。あったーこれです。皆さんみ見てください。これです。あ、ちょっとここ上か。ニューバランスケイル ML610TCL という靴でございます。これおすすめ。コラボモデルでおすすめです。価格は23,875円。ちょっと買いやすい。サイズがもうなくなり始めてる。やばい。なんですけど。 これどういう靴かっていうと、まあ、610って結構こう乱収というかちょっとこう走ったりとかアクロとかっていう向きのまあどっちかっていうとスニーカーでこれがね韓国のアウトドアメーカー,んーまあアウトドアメーカーでいいかなアウトドアメーカーのコラボになりますで、えー、一応僕が見ている限り日本のサイトだと売り切れててニューバランス公式ではここは売っててこれめっちゃ欲しいなと思ったんですけどこう見てくださいこの感じ内側がねちょっとこう ミリタリーじゃねえやあのアウトドアとかでありそうなこうクロスパターンみたいになっててでここにニューバランスって入ってて使いやすい黒犬でこの緑絶妙な上にアッパーについてるタオルジンというか肝素材のやつに黒の紐僕パッと見た時にちょっとジョーンドとのコラボに似てるなと思ったんですけど あれのこう上品な感じっていうよりはちょっとアウトドア寄りなのでそれこそ今からテック系の服とかまあ流行ってると思うんですけどとか冬からねそういうナイロンジャケット着たりとかゴアテックスのやつ着たりっていうこと多くなると思うんですけどこれね絶対相性いいマジでかっこいいこの靴どうですかこれ僕のおすすめですけどよしみんな買い占めろやめてくれ <laughs> やめてくれカードこれで更新してったら在庫なくなったらやばい <laughs> まあでも本当にいい靴ですこれ あのまあ、ニューバランスなんでハズレはないですしあの動画でもねこれだとまあこのサイトでは出てないんですけどこうアウトドアでサイクリングしたり街歩いたり山歩いたりってアウト街歩かもアウトだあの山の中歩いたりするシーンが結構あるんですけど結構このグリップの効いたソールがねしっかりこうアクロでも歩けそうな雰囲気あったんでいいなと思いましたねこの色味もいいしこの僕結構この中見るの好きなんですけど。 変態かも。ここここ。これいいよね。かっこよくないこの上から見たこれ。ああ <laughs> テンション上がってるわ。いいクスですよ。買い占めよ買い占めよ <laughs> ああ、いいよね。これ結構いいですよ。まあ、どうでしょう。日本だとちょっとなかなか。 在庫も多分ないと思うので、買えるとこ少ないと思うんですけど、まあ、ちょっと海外のこういうセレクトショップで靴買ってみようかなって興味ある方は、ぜひこれ買ってみてください。あの、エンドは結構対応もいいですし、あの選べるんでね。し、あのよく行っちゃうと、セールとかがいっぱい靴かかってるので、ついでについでにって言って送料無料にさせるっていうのも結構しやすいんで、よかったら。はい。ドーバーでも発売あった気がします。すごくないあらじゃあ、 あれかな売ってるといいね。意外と、あのー、まあ店によるんですけど、店舗だとあるってのあるんですよね。だからもしかしたら、ニューバランスの直営店とかも行ったらあるんかなぜひちょっと、あのー、暇なとき、だから立ち寄る機会があればぜひ見てください。この靴めっちゃかっこいいんでね。はい、じゃあ戻りましょうか。さっきのやつからちょっと。 えちょい飛ば、飛ばし飛ばし飛ばしで、ほか、ちょっと紹介してないんでいきましょうか。ほかの穴かカぱ。いいですね。新しい。いろんな靴が出ていいですね。ほか、穴、かカぱ、ロー GTX。あらら。えっ、ー、と。 どっちを紹介しようかな。僕が気になる色を紹介しちゃっていいですかね。まあ、ちょっと聞けない、聞けないんであれなんで。僕はね、この色いいたなと思いましたね。うん、うん、うん。かっこいいですね。かっこいいです。あちょっと待ってよ。こんな色もあるんだ。どっちもいいね。僕が買うんだったら、まあ、結構黒のこういうテック系の靴、動画にも行っちゃったんですけど、持ってて、 だから買うんだったら、このオリーブかオックス、あ、デューンっていう感じですね。あら動画好きよ。大丈夫音楽。歩きやすいってことですね。メガグリップ。あらららら,ら。笑いだったら絶対転ぶな。自分だったら絶対転ぶ、これ。<laughs> そもそも運動神経ないから <laughs>。でもまあ、普通に、ああ、いいね。グリップがしっかりついてて。ああ、いろいろあるみたいですね。 僕はロー。あ、ゴアテックスでね。あ、じゃあめちゃくちゃいいわ。あ、書いてあるね。上がゴアテックス、アッパーが多分ゴアテックスで、下がビブラームソウルなんで、本当にもう街で生活する上だったら、もうこんなオーバースペックっていうか、まあなんていうんですか、完璧ですね。オーバースペックっていいからね。うん。それぐらいの方が不満がないんでね。過剰なぐらいがいいと。街中でノースペースの山見て、南極帯みたいなやつ切るみたいなことですよね。 かっこいい。これってあれなのかなクイック集機能ついてんのかなちょっとそこ気になりますけどね僕からしたらねは,はけるんかい簡単にっていうそこまでついてたらもうこれ最高だよあちょっとなんか読み込みが特殊な読み込み式だわ ああ、これですね。あ、普通の靴暇でした。失礼しました。まあでもこれ Amazon でクイックシ集買えるんでね。クイックレース。全然いずいっす。これいいなちゃんとこういう重さ書いてあるのって他っぽいなあ、こういうのとかね。親切ですね。オンラインで買いやすい。えぇ、ー、ありがとうございます。ほか。あなかっぱ。素敵です。ちょっとこの。あ、これめっちゃいい色じゃないちょっと待ってください。<laughs> コメント読むのに気づいちゃった。 これ多分売ってないんだろうな今リセールで買えるけど真緑マジかっこいいやんこれ激渋かっこいいいいなテンション上がっちゃうじゃあ次は行きましょうかダンス 2002R プロテクションパック売りはじ売り切れ始めたら楽しくなりましたえわかるよ僕もそうですなんかやっぱり買えないっていうのは魅力がありますよね えー、プロデクションパック。これでございます。一番人気は何になるかな僕が知ってる限りだと、ストック X。ありがとう、いつもストック X。素敵な、これで調べるのが一番いいかも。えー、っと、こういう感じです。はい。これのね、ちょっとこう、ダメージ感があるような素材になってるやつですね、ここがね。 こういうとことか、これがね絶妙なんですよね。ダメージ感がこうなんだろうこ,ここら辺かなあそう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 こういうとことかねちょっとこう切れ端がこう綺麗になっ加工されてるわけじゃなくてラフになってるのがこうなんでしょうこうダメージ感がちょうどいいというか,なんか作られた感じがね。 これね多分まあ画像ですごい綺麗に写ってるんですけど街中で見るとねちょっと古い靴に若干見えるんですよねパッと見でもよく見たら新品で綺麗いで絶妙だなってなるんでこれいいんですよ、まあ、やっぱ定価より高いですよねきっとね4万円とかで売ってるんでまあいい靴ですよこれの僕は、えー、っとダークボスがいいかなって今思ってますけどグレーは多分一番人気ですはいはいはい次 どれだえー、結構読ん、飛ばしちゃってごめんなさいね。し、ポポポ,ポさん、CS モカシンズ SKLEOX。あ、すごい、品番まで教えてくれる。CS モカシンズ SKOX。これかはい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 。ありがとうございます。コンバースですね。のモカシン。 ちょっと真っ黒だから分かりづらいんで色変えます。はい、これ。おっこれはいいあー、なるほど分かりました。なるほど。そういうことか。このソールが入ってるっていうことは、スケーター系のソールですかね。あ、ソールじゃねえや。インソールか。日本語違うか。あ、これこれこれ。これが入ってる。スケシューの中に入っている、しっかりしたインソールが入っているものになります。デザインがいいね。 スエードっぽいこうあのー、<ー>アッパーになってて非常に使いやすいですねこれはいいよポポポさん値段はおセ今ル九千9240円えー、っとコンバースで買えます皆さんもしよかったら僕のサイズはないんで <laughs> また買えないんですけど2525.526の方これ結構いいですよ黒もいいねこれあ黒ないんだごめんなさいじゃあこの色 ちょっとこうねえっとダブルタップスとかにもありそうなこう汗たベージュというかダークトーンなグレイみたいなのはありますねかっこいいなこれぜひありがとうございますポポポさんじゃあちょっと飛ばして飛ばしていきましょうか緑のニューバランスの550元カナからプレゼントされて足ばかり痛かったから嫌いおいおいいろんなところに毒入ったやん今一瞬で なるほどまあ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 多分あの靴硬いんですよねち狭いから多分足のその甲が広いタイプまあ本当に靴って人によって合う合わないあると思うんですけど広いタイプの人はもしかしたらワンサイズツサイズ上げた方があの靴はいいかもニューバランスって幅広のモデルもあるけど細いやつもあるんでねそこはちょっと選んだ方がいいかもですねたまに日本語めちゃくちゃになる時あるの可愛いね <laughs> テレチね、いや、そうなんですよ。僕、これ、本当に、あのー、取り直してますからね、YouTube ね。日本語おかしすぎて。僕、結構、日本語、めちゃくちゃなんですよ。まあ、可愛さだと思ってください。うん、皆さん、優しく設定してください。えー、買い占めよ。あ、さできね。ダメですよ。あの、ちゃんと残してください。でかいサイズだけは。他のサイズ買っていいですけど、僕は、でかいサイズ。10.5買いますんで。 買うとしたら先日ニューバランスの 1906RB をユナイテッドアローズで30分パーオフで購入しました。履き心地最高ですいいですね。そうあのそうそう,そう僕もそれ最近思ったんですけどセレショーで靴買うと意外と低価の,その僕たちって最近ナイキとかもそのスニーカーズで買ったりするじゃないですかアプリで,で。あれってやっぱ低価なんですけどあの意外とセレクトショップって何か その時キャンペーンやっててクーポンで一緒に買うと30%オフになったり半額になったり送料無料になったりっていうの結構あるんですよだからなんかちゃんと取り扱いのそういうセールショーを見る余力があれば意外と安く買えたりしますはいあと店舗取り置きのサービスとか物によっては確かあるのであの履いてから試すとかねできたりします結構おすすめです意外と なんか最近ちょっとなんか脳死でやっぱりオンラインストアの公式で直接買いがちですけどやっぱセレクトショップで買うメリットってありますねストーンアイランドコラボの991かっこいいあら調べましょうかあ前調べてた <laughs> じゃあ見てたですかああこれねうん調べてためちゃくちゃ調べてたんですけどこれかっこいいよ ガクケントさんもかっこいいしこれもかっこいいブラウンのね色味でこれねディティールつってるあそうこれ大好きこのロゴ <laughs> このマーク大好きこれいいですねニューバランスのとストーンアイランドのコラボって結構あのちょっと乱収みたいなモデルでも前出てたりしたんですけど991のねこのモデルはね本当に色味が絶妙で普段使いも使いやすくてかっこいいですね なんかこの写真でずっとイメージあってここがダークブラウン系かなと思ったけど写真で見るとブラックですねこれはいいわ使いやすい 991V2 なんだしかもなるほどねそれちょっと見んわかっこいいえー、っと どううしよっかな前の靴の話ではないですがエルメスのシェーンダンクルみたいなブレスレットどこのブランドで出してると思いますかパクリではないですかいや難しいですねでもなんかやっぱりそういうオリジナルってあまあオリジナルそうですねなんて言い方すればいいんだまあでもオリジナルかそういうふうに最初に出して本当に人気のあるブランドのものをまあ後追いしていろいろ作るっていうのはまあ何て言うんですかね 結構みんなやってるから、まあ、どのジャンルでも、うん、だからなんかパクリって言うまあパクリになるのかなサンプリングになる気がしますね厳密にはまあなんかサイズ感が全然違ったり素材がそのオリジナルで売ってないやつを作ったりっていうところで差をつけて売ってるので、まあ、パクリではないですかね多分サンプリングっていう言葉になるのかなでまあほに欲しい人 そういうデザインがちゃんと好きな人はちゃんとそのブランドで買うんでオリジナルのだからまあそことの差別化できてるしまあそ、えー、とブランド側から訴えがされてないってことはまあギリギリセーフなんでしょうねうんアーカイブ残してほしいですわかりました残しましょう今オールスターのハイの3足目にピンク青地にファイヤーパターン PCM かおいで迷ってますえー、どれでしょうね 僕だったらピンクとかが意外と、なんかそのオールスター系の感じだったら、あの、ローテクの昔ながらの靴だったらピンクがかっこいいかなと思います。昔あの、川口仁くんがピンクのコンバース YouTube で紹介しててかっこいいなと思って思った記憶があるで言ってるんですけど、多分これ。あの、かっこいいですよ。ZOZO で買います。ポポポさんのやつね。さっきの、えー。モカシン SK。スケーターのやつ。 コンバースの買えるそうですぜひ皆さんがいいスニーカーを紹介するで何買うか決まらなくなりましたどうしてくれるんですか <laughs> 確かにいやいい靴多いですよね、えー、結構僕もなんかあの動画上げて、うん、昨日の動画上げて実はもう購入はしてるんですけど、まあ、何買ったかちょっとぜひ予想してほしいんですけどなんかねちょっと うんそうねここで言うと面白くないかもしれないですけどまあそれは購入してつつもこの紹介してくれたスニーカーで気になるの正直ありますはい心動いたの結構ありました欲しいですねまあジョーンのとかのねあのいわゆる本当に大人気コラボっていうのはもちろん僕もずっと欲しくて毎回応募してて当たってないだけなんで変えてないんですけどあのさっきの水野の靴とかね鬼塚のあの色味も良かったし えーいいですね。やっぱこの交流いいですね。学べるね。今、バンズのストレスドオーセンティックめっちゃ欲しいっす。それはもしかして僕が持ってるやつのことかいバンズ、ストレスド。ああ、一緒っぽいぞ。ストレスドパック。はい、一緒ですね。嬉しい。これいいっすよね。 こういうやつです。僕が多分買ったやつは LXDX でボルトになるのでもうちょっと汚いんですけどこれはこれでいいですね。こういう風に最初からダメージ加工されてるやつで僕もショート動画で紹介したんですけどバンズのまっさらなやつより履き潰したやつを最初から履きたいってい方はこれめっちゃいいです。はい。ごめんなさい。これがね僕が持ってるやつと同一かっていうのあ違うかもな。ここがねもしかしたら あのー、黒いチョークが練り込んであるパターンの靴ひもがあって僕それ当たったんですけどそのせいでねまあここが黒くなってくるんですよ徐々にね油量が移ってねでさらに言えばこれがね上に上がってくるんで靴下が真っ黒になりますこの靴はくとはいそこだけお気をつけてくださいこれ多分大丈夫このモデルは大丈夫えあのボルトの方は多分なりますお気をつけてくださいは <laughs> その991かかっっここいいかっこいいっすねニューバランスみんな下た箱どうなってるのって思うぐらい持ってるよねどうなってるんですか確かに僕はねあれやってますあのー、よくね DM とかもいただくんですけどえー、と靴を普段だとこう2足でこう入れるじゃないですかあれはね結構ねもうすぐ容量いっぱいになっちゃうんでこういうやつあるんですよね靴を1足スペースでこうやってやるやつ あれをや使ってて最近いいなと思って使ってるのはここのね段階をこうやって調整できるんですよ。靴棚って一番下が広くて真ん中からちょっと小さいとかまあなんかあったりするじゃないですかいじれないやつそれに合わせてその靴の靴棚に最適な形の、ね、ダメージ与えずに入れれるっていうのもできるしこれね、あのー、そういう風にこう入れるやつってハイカットって結構。 あの下の段のやつがグニャってなってうわーってなるんですけどこの高さを調整することでハイカットの靴まあブーツもいけるんですよね正直それぐらいね結構汎用性が高いんでそれでもうちゃんと入れてやるって感じですかねで2軍が1回今玄関に出てるっていう感じです <laughs> 本当に入れてもそうだから多分3 4 0足ぐらい今かなり増えてあるんですけどそんな感じで1軍はもう綺麗にこうやって入れてますね ニューバランスのワープドランナーの緑もたまんない。皆さん18日発売です。ニューバランスの方ですかニューバランスのワープドランナー。これだね。あらら、これはいいね。高くないちょっと待って待って、高い高い。あー、なるほど。これコラボモデルってことか。 これいいですね。はいはいはい。introducing the warped r u n n e r ライフスタイ y とランニングテクノロジー。うわ、歩きやすいやん。あ、出てます出てます。うわ、ソールドアウトしてる。この色めちゃくちゃ可愛くないこの色。ねえ。めちゃくちゃ可愛いやん。これ。どうすかこれ。めちゃくちゃ可愛いやん。 めっちゃかわいいやんこの色熱いなほらほらこの上のやつとか下のやつとかいいですねこれいいな結構チャンキーなんだ結構チャンキーだけどランニングのああそうかニューバランスのランニングだから 最近今ちょっと流行ってるフォームランナーみたいなやつのソールなんですねそう、まあ、多分見えてないと思うんですけど、まあ、そんな感じなんだこれはいいなでもちょっと転売されてるな <laughs> 欲しいけどなでこっちのちょっとこうちょっと映るか傾向なね感じは残ってるということか定価が2万2000が4万ぐらい じゃあめっちゃ今人気だわうんこれいいですねこの色欲しいわかわいいこれ使いやすそうそれこそワイドのねパンツとかとも相性がいいしうんいいねこれなんかのコラボだかかな物欲が加速して終わった <laughs> あれなんか徐々にあるやつ。加速して死ぬやつ。ティンバーランド、ベネダ・ケータ探してるんですか見つかんないです。どっか残ってないですかね。見えんて笑う。何してんねん。ワイプ中を再び。ちょっとまだぎこちなかったですね。やるなって思った人いると思うんですけどね。<laughs> ちょっと慣れたらやろもっと。こう、生配信の方みたいな、プロみたいな感じで、ちょっとやりたいですね。 ちょっとせっかくなんで、ティンバーランド、ベネダ・ケーター。じゃあましょう。カーターかなほう。んこれはなんだえ、僕がイメージしてるあれじゃないのあ、コラボコラボっぽい。全然写真ない。 ピンタストありがとうピンタリストいつもありがとうおなるほどなるほど皆さん見えますかこれちょっと触らん方がいいなちょっとあれですね光沢がありますよ光沢がちょっと入ってる感じですね光沢がこれどこだどこまで入ってるなんか多分この黒いところはレザーのままでそれ以外のこの バーが全部ガラスコーティングっていうかラバーっぽくなってんだあかわいいどうですかちょっとあれですねなんかあのティンバーのやつってこれはそうかなこういうねちょっとこうパキッとした感じにあのサラッとした質感があるんで履いてるとうわティンバーじゃんっていい意味でも悪い,人い,い意味でも思う人いると思うんですけどこれは面白いっすねえー これは売ってるのかなこうやって今パッと出しただけでも販売サイト出ないってことは結構、あないわ。これ多分レアっすよ。見つかるといいな中谷園さん。逆に見つけたらどこで見つけたか知りたいですもん、僕も。これ多分めっちゃ数少ないんでしょうね。うーん。 しかも最近出たやつなんだ。ちょっと待ってくださいよ。これどう。見つけた。<laughs> はい、見つけました。<laughs> 見つけましたよ。中谷さん、売ってる場所。ローストック、六点五。セール入ってます。しかも。六点五ですか。サイズ。中谷さん。見てる。見てる。中谷さん。 これはどうですかちょっとサイズがちっちゃいな、でも。うん、まあ、合うんだったら、ぜひ、えっ、ー、と、ネットワポーターにありますよ。僕、あの、本当にあの、売ってたら海外でも全然買っちゃうんであの、参考にならなかったら申し訳ないですけど、ちょっと見てみましょうか。ここで買うんだったら、ユアデリバリーオプションズ。プレミアデイタイム。ちょっと待ってくださいよ。プレビュー,、えー。あ、やばいやばいやばい。 ちょっと眠たくて読めないけどプエトリコエクスプレスちょっとこれわからんあのごめんなさい本気で読む元気がなくてあれなんですけどまあおそらく30ドルぐらいプラスだったら送料、まあ、つけておくれますねだからまあ200ドルぐらい2万5000ぐらいかあ全然頭打ってないから3万ぐらいかで買えますよ中谷さん <laughs> サイズ合ってますか 28センチなんですあーん。それで見つけれてないのかなエンドあるよ、エンド。ええあなたの欲しい靴探しま、あ売れてるわ。ごめんなさい。ソウルドアウトです。じゃあ、案外ないね。じゃあ、案外ないね、これ。僕、ストック X もちょっとお勧めしときます。あの、中谷さん、よかったらストック X 調べてみてください。あそこなら多分ある。じゃあ、次行きましょう。ごめんなさいね。なんか力になれた気がして、慣れてなかったかも。 スニーカーに関係ないんですが、スリーピーボーイさんの動画見てカーキのヌプシ買いました。わお t h a n あれいいよね。韓国製のやつ。韓国製韓国モデルのやつなんですけど、あれめっちゃいいんですよ。ちょうどいい。アディダスかあ、アマゾン感謝祭で安くなったりしてます。あ、これね、結構あります。あの、今日までだと思うんで、あと2時間ぐらい時間ある方見ていただきたいんですけど、サラモンの靴とか結構安くなってますよ。うん。なんか出してる人いて。 収納商品とかテクノの紹介動画もしてほしい。うわお上がりました。やりましょう。頑張ります。<laughs> プロじゃないんで、ちょっと調べてからちゃんとやります。<laughs> まだまだだねあ。さっきのワイプゲー、失礼しました。もうちょっとやります。ジャックムスコラボの AF1。黒買います。あ今日ナイキ発さっき出しちゃったっけジャックムスコラボの AF1。ありがとうございます。じゃあ時間が結構来てるので、これとあと1個紹介したら、 今日は終わろうかな。最後紹介してほしい靴ちょっとくださいお願いしますジャクムスナイキはいこちらですね f 1の黒になるよねはいこちらですおーっと黒はないんだこっちにはこれですねこれですこっちですちょっともっと見やすい画像が欲しいね これですね。ナイキの AF1 のソールが、この j a クムス仕様でこう特別の感じ。これなんだっけなんかの靴と合体してるんだよね。ちょっとそこまでは書いてないか。ああ、そう,そう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 、このナイキ c g の、お違うな。あ、ウーブンソール。そうそうそう、これです、これです。ナイキ c g テラのアーカイブデザインから直送したディティールのウーブンソールっていう。 この前多分ユニオンとコラボしてたやつにもちょっと近いと思うんですけどそれとのこう合体したようなものになってますはい非常に可愛いデザインですねであのナイキのエアフォースワンほどボリュームがないのであの逆になんかボテッとしたナイキっていう感じよりは上質なデザイナーな雰囲気があるかなと思います上品ですねあこうこれはいくつですよマネさんだぞアディダスのローマ買おうと思ってます ありがとうございます。あ、あれないな。あれ、カントリー出てきちゃう。ローマっていうモデル、僕がちょっと知らない。あ、ローム。カントリーにすごく似てますけど。あ、違うんだ。入ってますね。こういう感じですか。えー、あー、ちょっとソールがね、ちょっとこう、しっかりめの感じなんだ。これですか。いいですね。これめちゃくちゃここの、 サイトだと 2, 2, 2万5千4万円になってますけど、あ、これとかだったらちょっと安いかな。あ、それでも高い。かわいい。ちょっとあれですか。再販またされてないタイプの靴ですかね。かわいいですね。ちょっとカントリーとかの感じが。お、これ安い。あ、でも3500円でボロボロ。お、綺麗。 こういう感じですね。あ、これいいですね。ボリュームある。先端がまたボリュームがあって、履きやすそうな靴です。いい靴ですね。これはまあじゃあ、デッドストックなのか、そういうフ着ルギいうか、ちょっと古めなやつで買うのかな。うん、かわいい、かいい、こういう。この色絶妙だな。うん。いいですね。 絶妙いやー結構靴紹介しましたね今日多分10足ぐらいは紹介できたかなと思いますけどどうでしょう皆さん何足ぐらいそっくりしたか覚えてますか <laughs> 僕全然覚えてなかったなまあでもなんかこの企画は結構面白いですね僕がやっぱり気になってる靴っていうのは、まあ、YouTube の 長編の動画で紹介して、えー、まあなんか、わーってなってくれて嬉しいですけど、こういうなんかライブでね、皆さんが好きなものも聞きながら、ああでもない、こうでもないっていうのもありですね。楽しいですね。皆様、スニーカーの情報ありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこの動画盛り上がりました。<laughs> あ、ライブか。盛り上がりました。ありがとうございます。次は、 えー、なんかブーツ編をやってもいいかなとは思いますしまあ夏かサンダル編とかやってもいいしねなんか正直そうだろうななんかスニーカーとかってまあ今結構どこも出してるんで話題がいっぱいあるじゃないですかだから本当に1ヶ月に1回やってもネタいっぱいになるぐらいあると思うので,で皆さんも気になってるところだと思うんですよみんな何に狙ってるのか今日見た感じだとやっぱりニューバランスとか ナイキとかアディダスとかってまあ強いな。リーボクもちょこちょこコメント入ってましたけど、リーボクもあったんで、これでなんか流行ってるトレンドもコメントでね、見れたりするかもしれないんで、楽しいし、ためになる動画ですね、これ。ライブだ。ね。あ、楽しい時間でした。勉強になったっす。よかったよかった。靴っていっぱいあるんだな。ね、ありますね。 ライブ自体は毎週日曜日の7時から8時ぐらいからスタートしてだいたい1、2時間やってるんですけど次回はねまたインスタのストーリーの方でえーっとトークテーマかな募集してこっちに出てるこういう感じで最初に載せてプラスで皆さんのコメントで一緒に盛り上がれたらなと思いますのでぜひインスタをチェックしてみてくださいすごいためになるよかったよかったなんか少しでもこういう参考になる回っていうのも あのやりたいなと思いますので、これ知りたいっていうのを、まあ、ぜひ、あの、YouTube の昨日あげた動画とかのコメントでもいただけたら、あの全部コメントは目を通しているので、ぜひお願いします。なんか、盛り上がるようにもしたいし、まあ、ためになるね。せっかく見るならためになるっていう動画もやりたいなと思いますので、ぜひお願いします。ご協力。じゃあ、まあ、今日日日曜日でございます。あとちょっとで一日終わりますけども、来週月曜日からね。 頑張って、一週間、まあ、一生懸命頑張りながら楽しんでやっていきましょう。また来週の日曜日にこの時間でお会いしましょう。ということで、今日の動画は以上となります。ライブだありがとうございました。じゃあねー。